内容を良くすることによってヒット作にするっていうことと、はい、流通を良くすることによってヒット作にする、うん、一人で本気になってそれで当たってくる人が巻き込まれる。ヒットってのはそういうもんじゃないですか。あ、みんな共通してたんですね。ヒットっていうのはいいもん作ったらヒットするとかそういうことじゃないですか。それでは早速なんですけれども、はい、導入ということでズバリ本質に迫ってしまうんですけど、うんうん、ヒットの法則つまりまあコンテンツの共通項って存在するんでしょうか。まずヒットをどうやって作れるのかっていうことが一言で言えたら、うん、僕はもっとヒット作を作ってるはずで、ある種ドラゴン桜2っていうものも去年あって、うん、ドラマはヒットしたけれども、うん、じゃあでもドラゴン桜も続編だし、うん、でまあ宇宙兄弟はねまだ続いてる。ドラゴン桜があって宇宙兄弟があって、まあ、他にもね僕のやってる小説、うん、その平野啓一郎さんとやってる小説で今度ちょうどある男が映像化されたりとかね、うん、中ヒットっていうのはあっても社会を動かすヒットっていうことで言うと、うんまあ、コルクを作ってからだと君たちはどう生きるかっていう作品があっても、うん、じゃあ10本20本30本あるかっていうとないわけですよ、うんうんうん、だからヒットってそんな簡単にできるわけじゃない、うん、やっぱり編集者というかコンテンツって必要じゃないものですよね。基本的にその世の中にこのコンテンツがないとダメっていうコンテンツはないわけで、宇宙兄弟がある社会とない社会であった方がいいって言ってくれてる人たちはたくさんいるけれども、宇宙兄弟が生まれたデイワンにはこれないとダメですよねって言っても誰もそんなことは思ってくれるわけじゃない、うん、だからそういうふうなものをヒットさせるための多分絶対的な法則っていうのはないんだと、うんうん、世の中の食べ物でも飲み物でも、うんまあ、会社でも、うん、コンテンツでもヒットしてる認知されているものに共通することっていうのは見つけれると思うんですよ、うんうん、それはもうコンテンツに限らずなんですか。コンテンツに限らず、うん、別にガムでもいいし、うん、何でもいい。うん、それは佐渡島さん見つけられてるんですか。それはねもう僕は会社員の1年目にえすごいこれだって思ったのがあって何なのかっていうと本気の人がいるかどうか。もしかしたらねこれを見てる人には漫画の話よりも、うん、なんか商品の話の方が分かりやすいかもしれない、うんうんうん、何か商品出します。これプロジェクトにはいっぱいの人関わってるね。商品を作る人もいれば宣伝を出すやる人もいれば、うん、でデザイナーの人も関わってるとかっていう風な形だけれども、うん、みんなヒットしたらいいねとは思ってる。その程度ですよね。その思いの思いとしてはね、うんうん、だけど私はデザインだけやるとか、うん、自分は宣伝のコピーだけ考える とかで、ある種結果にコミットをするところまで本気で考えている人って全然いないから、それを世に出しましたって時に売れませんでしたって時に俺が悪かったって思う人がそのプロジェクトに何人いるのか。僕とのねやつを出しますと、ね、このプレミアム講座他の人もやってるじゃん。それで振り返り方としては、じゃあ僕のがじゃあ西野さんのよりも売れませんでしたってなったら、やっぱり西野さんパワーがあって佐渡島さんパワーないなってなるのか、佐渡島の能力を引き出せなかったと、うん、さらにそれを告知するところもやれなかったなっていうふうな形で悔しくなっちゃう、うん、で悔しくなっちゃうから何か試してみる、で何か試してみるっていうのを続けるのかどうかって言った時で、うん、さっき言ったようにコンテンツだけじゃなくて飲み物もそうだしプロダクトもそうで、うん、今の世の中ってさ、誰かが新しい車出しましたって言っても車みんな持ってるし、それがねよりかっこいいかどうかって時に絶対的に必要なものなんてないんだよね、うん、あ、新しいお茶出ましたって言った時にこのお茶飲まないといけない必要もないよね、うんうん、もうみんな満たされてる。でもそれが世の中に広まらないと悔しいって思ってて諦めれない人がいるかどうかっていうことが一番重要、うん、なるほど。今お聞きしながら思ったことなんですけれども、うん、実際に佐渡島さんが関わってきたそのプロジェクトや、まあ、商品やったりコンテンツだったりいろいろあると思うんですけれど、具体的に例えばこういう本気の人がいたからこういう成功例があるよっていう、うん、ちょっと具体の事例をお聞きしたいなって、うんうんうん、今聞いて思いました、はい。まあ、僕がね話すから他人の事例よりも多分僕の事例をね話した方がいいんだろうけれども、ドラゴン桜を例に話すと、内容を良くすることによってヒット作にするっていうことと、はい、流通を良くすることによってヒット作にするっていう、うん、
こと、最終的にはもっと分かれるとしても、うん、基本その二軸だと思う、うんうん、内容と売り方。まずじゃあコンテンツ面をどうするのかといった時に、僕が受験勉強の時のことを考えた時に、はい、中学3年まで南アフリカにいた、うん、南アフリカ共和国っていうところで、当時インターネットもなくて、うん、日本の状況が全く分からない、うん、で通信教育やってたんだけど、郵便の往復で2週間2週間で4週間かかっちゃうから、うん、通信教育がその返した時にはもう締め切り過ぎてるとかっていう状態で全然やる気が湧かない通信教育だと、うん、でさらに僕は中学校受験をやっていて、はい、中学校受験は全部落ちちゃった、うん、全部落ちて南アフリカ行って、うん、で日本人学校で小1から中3までで50人ぐらいしかいなくて、で教科書しかないで何も勉強しなくて、で毎日学校が3時に終わるとクタクタになるまでサッカーしたりバスケしたりとか水泳したりしてて、一切勉強してないっていう状態で、日本戻ったらむっちゃ俺はどんだけ落ちこぼれてんだろうって、すごいずっと不安だった。多分これ南アフリカだともう極端だから不安だけれどもね。で僕その後日本戻ってきたら、実は南アフリカでやってた自分の勉強法がすごい良くて、成績が良かったからそのまま灘高に入るっていう感じで、すごい運が良かったんだよね。灘高にいるともう東大受験の仕方とかってさ、すごい当たり前の情報としてあるから、ある種簡単に安心して東大通ることが できたと。なんだけどこの灘高が持ってるような情報を持ってない地方の学生っていっぱいいるだろうなと。私ですね、私でした。福岡だったら、熊本生まれで宮崎県の高校で、ドラゴン桜チルドレンでした。僕も南アフリカにいる時に塾でさ、すごい勉強教えてもらってもどこも通んなかったんだよ。一人で勉強してて灘通る学力になってるだなんて全然思わないから。確かに。もうむっちゃ不安で、うんうんうん、でもその時にドラゴン桜読んでて、その勉強法正しいんだなって分かってたら、一人でももっと安心して頑張れたなって思って。だからドラゴン桜は地方の進学校じゃないところで、学校で一人しか東大を行かないっていうふうに思ってて、親も自分を信じてくれてない、そういうところで頑張ってる学生が、そんな悪くないんじゃない、俺の勉強法、受験してみないと分かんないけど、でもそんな悪くないんじゃないかなっていうふうに思える、そういうふうに参照できる本にしようとっていうコンセプトにしようっていうのがあったんです。でね、そこで僕の覚悟が決まって、ドラゴン桜の表紙に東大合格請負漫画っていうふうに書くようにして、それで東大合格の秘訣その1その2とかっていうふうなのが単行本でも途中から入るようになってってっていうふうな形で、東大100人通す学園ものってところから、中3の時の僕、そしてその僕と似ている地方にいる高1から高3ぐらいの人たちを救う漫画にするんだっていう風な形で、それを面白く三田さんが情報としてを料理してくれるから、うんうん、もう漫画家としてはもう面白いし最高だから、そこに僕がいい情報さえ集めればいいんだっていう風に思うことができた。あ、その役割というか、そう、役割として、うんうん、そこで僕のやることが明確になったと、うんうんうん、なんだけれども、実は当時の三田さんってヒット作がまだなくて、うんうん、書店での扱いが平積みに全然ならない、だから講談社からね、その書店に本を送ってもいきなり棚差しになっちゃったりする。さっきの話で言うと流通の、そう、流通がもうむちゃくちゃ弱いと、うん、それでこれいきなり棚差しになっちゃってるなって思って、で営業部って、はい、営業部の部長の人に、僕はこれをヒット作にしたいんだと、うん、それで僕にやれることが思いつかないから書店回りしたい、うん、ついては一緒に書店回りしてもらえないかっていうふうに言って、その東京のいろんな書店を回ってって、佐藤島さん自身が、そう、本気ですね、うん、それで書店を回るっていうふうにしだした。で今度そこの書店回る時にね、僕は当時指導社員っていう人がいて、はい、その指導社員が僕を教えるためについてくれてて、彼がバカボンドの担当だったから、うんうん、僕もバカボンドを一緒にやらせてもらってた、うん、バカボンドの担当って言ってもさ、学ばせてもらってるっていう状態なんだけど、外部には分かんないじゃん、僕が新入社員かどうかとか、バカボンドの
そのメイン担当じゃない感じかとかって外部にはね自分からそういうふうに今みたいな説明しない限り分かんない、分かんないですね、うん、から書店にワガボンド担当ですと嘘じゃないよね新入社員って言う必要もない僕東大卒で僕が超本気でやってる新しい新年生がありますと平積みしてもらえませんかって言って営業の人と一個一個回っていく。おそうすると、うん、まず今となってはね、うん、最終的には編集者が書店を回るってすごく当たり前になったんだけれども、うん、当時は漫画編集者で書店を回る人いなかった。漫画は出せば売れたから、うん、出せば売れる状況で僕の本は出しても売れなかったわけよ、うん、それでどうやって逆転しないといけないかなっていうのでモーニング編集部っていう 4,50 人いるんだけど書店員の顔と名前知ってる人誰もいなかった。で講談社のその営業部のね漫画の部長とかはもちろん密にしてるから、うんうん、その人が仲良くしてる人で部長を連れて行ってるから、うん、それで書店員も接してくれるし、うん、っていう風な感じで接してくれる。で平積みしてってくださいって言ってやる、うん、で部長にさあこういう風にして書店回ればいいんだっていうのが分かるじゃん。そうですね、うん、そしたら今後はもう街中で書店入るたびにすいませんモーニング編集部のものなんですけど自分一人でそう言って、うん、ドラゴン桜って作品担当してて僕バカボンドの担当なんですけどちょっと平積みされてないみたいだと思ったんですよねってどうすかとかそれでそういうのをもうどんなちっちゃい書店入ってもやっていく、うん、でそれやっててもちょっと難しいなって思ったから、はい、三田さんに色紙書いてくださいあ、うん、そしたら三田さんがそんなの頼んでくるのもねあんまりいなかったから、うん、いいよって言ってだ今となったさ書店ってもうみんな色紙書いたりとかって ね、 でこれ僕が始めたっていうとおこがましくてこういうことって社会では同時発生的に始まっていくから当時はそれはもうやることは当たり前ではなかった。その時に作家に色紙書いてもらってそれを手に持って書店に行ってどうぞってこれ飾ってほしいんですって言うと色紙飾るとさその下がさ平積みじゃないとダメだからそうですね、うん、それで書店員もさ原画だからねこれ、うんうんうん、もらった原画ってさその飾った後だったら役割を果たしたらねそのバックヤードに行くこともあるけど、うん、もらった式からいきなりねどっか棚に突っ込むってことは絶対やんないからっていう風にしてやってってでもそれだけでもね簡単にヒット出ないじゃない、うん、だから僕はさもうこれをヒットさせつって本気になってるわけよ、うん、だからそうするとあこれでもダメだったなっていうふうに思うと、うん、それでやっぱデータを見たいから毎日売り上げ見て、うんうん、数字見て倉庫見て、うん、だから書店の売り上げを毎日見つつ、うん、倉庫から日本中にどれだけ行ってるか見てもう営業部にもさ倉庫の量足りなくないですかとかって毎週のように電話したりするとさ、ね、重版しないといけないとかっていうふうな気持ちになるじゃん、うんうん、で営業部がさちょっとだけ早めに普通にやってるよりも重版してくれるで重版するのが編集長とかに話いくとかってなると編集部でも編成がちょっと前に行くとかっていう感じでドミノのように変わっていくわけよ。でももうこんなんじゃ全然ダメだとこれだとまだ売れてないっていうふうに思ってそれででもこれドラゴン桜はみんな漫画だから本当のこと書いてないと思ってると東京大学物語みたいな感じで捉えてるとで多分ねあれね2巻か3巻の帯に京大教授推薦みたいな感じで途中で灘高教師推薦ね。で灘高教師推薦はもう灘に電話して、うん、卒業生がこういうふうにやってるんだから応援してほしいっつって、まあ、担任の先生経由でお願いしたんです。お願いして灘高って名前を無理やり使わせてもらって、うん、で京大も友達のお父さんが京大教授だったことを思い出して、ね、友達にお父さんに京大教授推薦って言ってほしいっつって帯に書かせてほしいっていう感じで灘高とか京大とかって使うそこのコメントもこれはもう受験勉強に役立つっていうのを出してもらおうっていうふうにするとかで、うん、権威を高めてって信じてもらえるようにしようと、うん、あでももう全然信じてもらえなくてそれ壁が多いですね。そう、うん、でもそんなさ一回ちょっと頑張ったからってうまくいくなんてこと全然ないわけよ、うん、それで全然ダメだからいろんなその書店に行って参考書コーナーに行ってほしいです。これがさ、はい、社会がそうなってるのには仕組みがあっていろんなところに頼んでも参考書コーナーって置いてくれないわけよ。なんでですか？これなんでかというと、はい、漫画が売れると、はい、漫画コーナーの売り上げにつく。
で ISBN で管理してるから参考書コーナーで漫画売れても漫画コーナーの売り上げについちゃうから参考書コーナーの責任者の人たちは自分たちの棚が減るだけだから、そうですね、置く理由がない、うんうん、でいろんな書店回ったけど誰もやってくれなくて、で参考書コーナーの社員と漫画コーナーの社員が仲がいい書店を見つけてなるほどなるほど、ここがもう仲違いしないそうやつで協力し合おうって言ってくれて、でそこで1ヶ月間やってもらうと、うん、でそうしたら参考書コーナーで売れたわけ、で今度売れたらそれのレポートを講談社が日本中の書店に送るファックスネットっていうのがあって、そこにこういうふうにやると本が売れますよっていう事例紹介してる。でね、これ池袋の純駆動書店では参考書コーナーに置いたらこれぐらいドラゴン桜が売れましたっていう風に流してもらうっていうのを何度かやって、うん、そうするとポツポツ他のところでもやってくれる。そうですね、参考書コーナーに置くと売れるんだ、そう自主的にやってくれるっていう風になって、で書店での、ね、売り上げを見てると大体定点観測で全部見る必要はないから、紀ノ国屋書店でどれぐらい売れるかだけ見てて、紀ノ国屋書店で1日に1冊も売れてなくて、うん、ドラゴン桜が1週間で3冊とかしか売れてないと、うん、これをでもこういうちっちゃいことやっていくと1日に1冊ずつ売れるとかっていうのが変わってくる、うん、でここでなんかマスコミ入れるとポンと1日10冊売れて、うん、また次の日1冊、うん、でまたなんかあると今度20冊売れて2冊とかっていうふうに変わってったりするとかっていうので、ちょっとずつずーっと試作をやり続ける、うんうんうん、じゃあ何がいいだろうっていう時に、まあ当時だとね、本当まだ1年目2年目だから週刊誌行ってる人たちっていうのが、はい、企画会議で苦しんでるわけ、はいはいはい、もう毎週10本とか企画出して、はい、1本も通んなかったりとかってこともあるっていう中 で、うん、で毎週10本さ週刊誌の企画出すのも大変だから、うん、っていうところに対して、ね、この勉強法とかなんかそういうのっていうのは常に週刊誌ネタにできるだろうから、はい、ドラゴン桜取り扱ってよだと絶対誰もやってくれないから、出版界の同期、別の講談社の同期でもあるし他の出版社の同期のとこ、文春とか公文社の同期のとこ行って一緒に飲みながら一緒に企画考える、こういう企画どうっつって勉強に絡めた、そうで、これってあなたのとこの雑誌の記事っぽくないとかって言ってそれぞれの雑誌ごとにフライデーだったらフライデー、週刊現代だったら週刊現代っぽい企画を全部考える、それを何本も用意してってどうって言うと通ったよサトシもつって、ありがとう、じゃあドラゴン桜の紹介入れといてつって、おっていうのもやるしみたいな感じで、さらに、はい、堀江もよく出てるじゃない R25、はい、堀江さんとどうやって仲良くなったのかっていうので、当時ライブドアがガーっていってライブドアブログ堀江さんが言うことが注目されてて、そう東大の時のゼミ OB に堀江さんいるとか言ってたなと、あ確かに、それで OB 名簿を調べたら堀江さんのメアドが書いてあった、別にそのメアドにメール送るなんてただだから、うん、堀江さんに実はね僕はゼミの後輩なんですと、こういう漫画をやってて堀江さんに紹介してもらったりとかなんかできないでしょうかとかっていうのを送ったわけ、そしたらさ、なんかさ当時さ堀江さんさそんなすぐ帰ってくるかみたいな感じで言ったらさ、ほんとね、もう体感的には5分もかからず帰ってきて、OK、秘書と似て、みたいな感じで、帰ってきて、それで堀江さんと出会うことができて、堀江さんがブログで書いてくれて、それが初めてドカッと売れて。ああ、そうなんですね。ドラゴン桜は。それが初めてドカッと売れて、で、その後、王様のブランチに出ることができて、っていう感じでちょっとずつ売れてって、そしてドラマ化でとかって言った。なるほど。でもこの途中のどれをやらなくてもドラマ化の時に売れた部数なんて知れてる、うんうん、例えば3万部ぐらいの時にドラマ化したら言っても10万部だけど、うん、10万部のものがドラマ化したら30万部50万部いくから、うん、っていう風な形で本気の施策を、そうでもね、その書店周りの時も営業の人も書店一緒に回るよって言ってくれるのはさ、2日間だけは俺やるからね一緒に、うんって言うけどさ全部は回ってくれないよね、うんうんうん、っていう感じで基本的には一人で本気になって、それで当たってくると人が巻き込まれる、当たってくるまでは人巻き込まれないよね、
だから三田さんと僕だけで踊り続けるっていう感じで、それで周りが本気になってくれなくてもそれは仕方ないよね。堀江さんがさ刑務所から出てきた後ね、ゼロっていう本作ったでしょ。あれ堀江さんとそういう風にして仲良くなって、で刑務所にずっと漫画本を送り続けてたの、それで堀江さんが刑務所から出たら一発目の本は佐々島さんとやりたいっていう風に言ってくれてて、あだったら堀江さんがその後活動しやすくなる本作ろうって言って、で今となったら超有名になった嫌われる勇気とかね、ああいうのでそのミリオンセラーを出した古賀さんと、サウだけあんなで潰れないかの書き打ちと、ノートっていう会社の社長でもしドラを作った加藤さんを僕がアサインして、うん、堀江さんがこれ作ろうっていう風にしたわけ、なんだけど堀江さんはヒットメーカーのって堀江さんが思ってくれてる、僕とやってるから、いい本出してヒットさせてよっていう風に思うんだけど、加藤さんにしてもね、柿雄二にしても僕も、まあ、堀江さんにヒットっていうのはそういうもんじゃないですと、あ、みんな共通してたんですね。そう考え、ヒットっていうのはいいもん作ったらヒットするとかそういうことじゃないんですと、